皆さんおはようございます。地上の星。どうぞよろしくお願いいたします。ネット上の反応も含めて詳しくご紹介していきますので、ぜひ最後までお付き合いください。記事の一部を引用してお伝えします。なぜのりこ様は、海外王室から嫌われるのか、ヨーロッパで秋篠宮家が出勤か早速見ていきましょう。長引くコロナ禍のため、 しばらくの間公務は縮小傾向にあるだろう。そんな中、すでに取り留めとなったのりこ様の海外公務が二つある。一2020年7月、母子手帳国際会議オランダ、アムステルダム。二2020年10月、肺の健康世界会議スペインでセビリア。だが宮内庁の去る幹部は、実はコロナが原因で中止になったわけではないのです。 と裏話を明かす一体何があったのか、読売新聞1月1日号の社会面では、この2つの海外公務について、国際親善に力を入れると書かれています。その言葉通り、オランダ王室とスペイン王室と交流を深めるという真の目的がありました。紀子さまは、可能であれば、なる人も連れて行きロイヤルコミュニケーションを深めたいとあおるほど意気込んでおられました。ですが コロナ騒動が本格化する前に、オランダ皇室からもスペイン皇室からも、謝絶が出てしまい、の子様さまも大変なショックを受けていました。これをどう発表するか迷っていた矢先にコロナがパンデミック、世界的流行、となり、緊急事態宣言で感染拡大を防ぐために中止になったという大義名分ができました。の子様さまもほっと胸をなでおろしておられました。秋篠宮家の とりわノリ子様の海外王室からの霊体ぶりは有名ですネイティブ並みに映画が堪能な雅子様は熱烈な歓迎を受けるのですが宮内庁関係者和美外王室がノリ子様と雅子様とでとる態度が違うこれは本当なのだろうか1レティシア王妃との法要古式にのっとりとり行われた2019年10月22日の即位死正殿の儀その後開かれた第一回目の共演の儀では 各国の王族や三県の長らが両陛下に最大の祝意を送った。とりわけ注目を集めたのは、雅子さまと海外王妃らとの感動の再会だ。雅子さまは2006年、オランダ王室からの招きで陛下と愛子さまと共にアペルドールンの離宮などで2週間ご静養をされました。滞在中、牧島王妃ともご一緒に過ごす中で様々なご経験を分かち合われ、深い友情を築かれたのです。 2013年の新国王の即位式には、王妃が雅子さまに直接お電話をし、ぜひ即位式に来てほしい、と伝えたほど、お二人の間柄は非常に親密です。今回、王妃は雅子さまのお元気な姿に目元を潤ませ、親愛なる皇后陛下、会いたかった。本当に良かったです、とお伝えしたそうです。皇室担当記者、また、最も注目を集めたと言っても過言ではないのが、 雅子さまとスペインのレティシア王妃との熱い抱擁の場面だ。レティシア王妃は2年前の来日時にも、雅子さまに、大美しいですね。お元気そうで何よりです、と励ましのお言葉をかけられました。スペイン王室と両陛下の関係性もまた、非常に親密です。当然、皇室担当記者、歴代天皇で初めて海外留学をされた陛下は、古学の習得に熱心でいらっしゃる。 多い時は週一回。最近はご多忙なこともあり月一回ほど、外務省で語学講師を務めていたカルロス・モリーナ氏から、スペイン語を学ばれているそうだ。長年陛下と親交が深かった同国のフェリペ国王も、近年、母国語で陛下とフランクに会話できることを大いに喜んでおられるそうで。来日時にはモリーナ氏に陛下がスペイン語を話せるように教えてくれて、ありがとうと謝辞を述べられています。また、 雅子さ様も広く公用語として使われるスペイン語に明るい。雅子さ様の語学力に関しては、もはや言うまでもありませんよね。驚くのが、愛子様も陛下と共に森リ氏の講義を受けられ、会話を楽しまれるそうですよ。国王夫妻の来日時には、愛子様も交えて家族ぐるみで親交を深めて来られたのです。そう言ったわけで、あの場でレティシア王では、 両陛下に対し最大の慈悲と尊敬の念を示したい思いだったのでしょうさて一方で、レティシア王妃ののりこさまへの礼遇も大変話題となった。すでに動画で配信されていますが、レティシア王妃はのりこさまを明確に避けるような素振りを見せられたのです。ご自身の感情をあらわにされる王妃に対し、同国内では賛否も起こっているそうですが、 国王夫妻が秋篠宮ご夫妻に対して複雑な感情を持っていることは確かでしょう。このような態度をされた要因としては、の子様がまだ関係性ができていない王妃に対して、さも当然とばかりにチークキスを求められたことにあるかもしれません。また、ご夫妻には男子の子供はおらず、二人の娘がいて、王位継承権は長女のレオノール王女にあります。海外王室では、 の子こさまを男系継承に関わる男尊女卑的な考えの持ち主と評している可能性もあるでしょう。皇室ジニアアナリスト、スペイン王室では、男系男子による王位継承が基本であるが、直系の男子がいない場合には女子の即位が任命られる。昨年は秋篠宮家の眞子さんが強行結婚をしてアメリカに逃亡したりと悪い意味で秋篠宮家が目立った年でした。そんな中、今度は上皇后の道子さまが、 天皇ご一家に対して発した言葉が話題を呼んでいます。秋篠宮家が少しずつご公務を再開しているのに対し、天皇ご一家に対して発した言葉が話題を呼んでいます。秋篠宮家が少しずつご公務を再開しているのに対し、天皇家はまだオンライン公務が中心であることに不満を抱いていたようです。が、一体何があったのでしょうか 今回はそちらについて紹介と詳しい解説をしていきますので、ゆっくりして、言ってください。まず一つ目は、愛子様天皇論に対する専門家たちの意見について取り上げていきます。では早速。ここからは引用を含みます。さて、ネット上では以前から、愛子天皇対望論がでは早速。ここからは引用を含みます。さてネット上では以前から愛子天皇待望論がでは早速ここからは引用を含みますさてネット上では以前から 愛子天皇待望論がが盛り上がっています現在皇位継承1位と2位の座には秋篠宮家いますが昨年の眞子さんの強行結婚に端を発したバッシングが閉まらず愛子さまへの期待度が以前よりも高まっているためです仮に愛子さまが即位された場合女性天皇が誕生することになります世論調査を見ると女性女系の区別が理解できていない人もかなりの数に上るようです 皇室は、現在まで、男系天皇が維持されてきました。もし女性天皇が一般の男性と結婚し、生まれた子供が即位したとすれば、女系天皇が誕生することになります。しかし、長い歴史の中で、女系天皇は一度も誕生したことがありません。そもそも国民の大多数が、これまで臨時的に即位した八人の女性天皇に関してほとんど知らないように思われます。 何としても時代の天皇につなぐため、できる範囲で天皇としての職務を全うする中黒中黒中黒。日常の仕事にも困難を感じていた、これまでの女性天皇の姿が浮かんでくるようです。約1600種とも言われる作品の中に、次のようなものがあります。守れなお伊勢の内外の宮柱天津棺の末永きを、この女性は、 好意継承が正しく続く用伊勢神宮の神に祈りを捧げられた和歌です。正しい好意継承がどれほど難しいか、誰よりも実感したのは女性天皇かもしれません。ただし一点、注意が必要かもしれません。現代人が今日的な観点から、女性天皇は政治的に利用されていたとか、大きな歴史の流れに翻弄されたと論評することは可能です。しかしながら、 これまで即位した八人の女性天皇は、天皇であることの負担は感じていらっしゃったでしょうが、それよりも悠久の皇統を守るという、ご自身の使命の方をより強く感じ、その重責を誇りを持って遂行されていらっしゃったということです。このように、皇族には皇位継承の重要性が骨の髄まで染み込んでいるわけです。そのため、歴代の女性天皇は即位にあたり、 苦渋の決断や悲壮感という感覚は存在しなかったのではないかと指摘する声もあります。即位にあたり、苦渋の決断や悲壮感という感覚は存在しなかったのではないかと指摘する声もあります。ある意味、それをご自身の運命として受け止められ、ごごく自然な気持ちで即位された可能性もあるのではでないでしょうか。後位継承という公の方が、私よりも重要だと考えていらっしゃったはずです。 正しい行為継承のため、できることなら何でもする。それが皇族としては当たり前のことである、という意識は、当然お持ちになっていらっしゃったのではないでしょうか。以上が一つ目の記事の内容です。皆さんはどのように感じましたか、仮に男性皇族限定での継承の思いが絶対的であるならば、これまで一人も女性への継承はなかったはずですよね。たくさん継承可能な冒険男性がいた中、 なぜ女性へのの継承があったのでしょう。国民が愛子さまを天皇に推す理由は、単純に秋篠宮や憎しということだけではないことを、有識者会議にも知ってほしいところですね。では二つ目の記事に移ります。さて、感染症が減少している状況を鑑みて、皇室では外出を伴う公務がにわかに増えつつあります。美智子さまは長い自粛生活の中で、 高輪の仮住まいから切り外出されずに庭の散策やご趣味である読書音楽鑑賞などを楽しまれる生活を送られていたと言われていますしかし皇后を退いたとはいえ急に亡くなった公務への未練も口にされているようですそんな美智子さまの心の支えとなっているのが秋篠宮家であるといいます戦闘仮ご処の関係者はこのように述べています ご退位後も週一回のペースで皇居でのお茶会を楽しまれていた道子様ですが、高輪へのお引っ越し以降に感染症への警戒が強まったためこれはしばらく見送られています。そんな中でも、唯一マコさんだけは熱心に道子様のもとに訪れてご一緒に編み物をされたり、楽しい時間を過ごしておられました。道子様にとってマコさんは可愛い可愛いウイマゴ。 な子さんがご自身を思いやってくれていることに大きな喜びを感じておられるご。様子ですその一方、道子様さまとの交流が途絶えているのは天皇ご一家であると言います。不合格の衝撃。久仁ひとさまは天皇に相応しくない、天皇陛下大激怒怒り消えるの子様さま。お茶の水女子大附属高校には男子は進めない。 早急に久人様の進学先を決めなければならなかった。幸い、昨年10月、マコさんもようやくゴールイン。大きな懸念事項もなくなり、定型更新学制度を活用することになったのである。だが、やはり違和感は否めなかった。ネットではあまり好意的ではない反応が少なくなかった。それだけではない。地区札科の受験者の中からも疑問の声が出ているという。 おいが受験したのですが釈然としない様子だったと話すのは、自身は小学校から高校まで12年間、地区府に在学した OB。私は小学校からだったので、受験にプラスになるようなことはアドバイスできなかったのですが、どんな学校なのかいろいろ説明してきました。自主性を重んじるいい学校だというと、ぜひ入りたいと目を輝かせていた。でも、結果は残念ながら不合格でしたもしなどでは十分。 合格圏内にあっただけに、この老いはひどくがっかりしていたという。落ちてから数日が経って、定型更新学制度って何なのと聞いてくるんです。私も初めて耳にする制度だったので、よくわからないと答えるしかなかった。じゃあ僕も、お茶の水女子大付属にまず入ってから畜譜を狙えばよかったという。こちらは何も言葉が出てきませんでした。定型更新学制度は、5年間、 18から22年度だけ有効な次元的なものだと伝えられる。一連の流れはベールに包まれたまま。学校側からも何らかの説明が必要ではないだろうか。この記事皆さんはどう思われましたか。ではこのニュースを見た人々の反応を見ていきましょう。真面目に血をにじませて受験に挑んだ受験生なら釈然としないのは当然でしょう。 それでも順位や成績を公表されての合格なら少なくとも納得いくかもしれない。提携更新学制度はもはや今回に限って設けられた限りある制度のようなもので、最初から入学が決まっていたのなら変な試験会場に行くパフォーマンスは不要だったわけでもある。報道で成績は最優秀であるとのことでも成績は公表しないシステムなので納得いかない受験生や国民は多いはず。 学習塾をいくつもやっています。親が優秀な家庭ほど身の丈に合った高校を選びます。親が、な家庭ほど無理無理な高校を選びます。すごい数の生徒さんを預かってますが学力の差は友人の差になります。学力が違いすぎると口も聞いてくれないし友達にもなってくれない。それが現実中黒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 ,中黒。教えてください。 なる人様が一般受験されたというのは、区内庁が認めているのですか区内庁から発表されたのは、定型高進学制度を使って進学されることが決まりました。だけの気がする。クラス分けのために推薦入学の生徒も同じ日に受験しているだけな。のに、今日受験するということは一般入試。と勝手に解釈して記事にした可能性もあると思う。 正式に発表されたこととマスコミの憶測の記事が入り乱れている気がする。一般受験じゃないんだから、受験生の枠は多分削られてないですよね。羨ましいと思うのは仕方ないけど、それは立場が違うから仕方ない。厳しいですが、不合格はその方の点数が足りなかっただけ。まあ、わざわざ彼のためだけの制度をその時だけ作ったのであれば、それはどうかと思いますけどね。 実力で入ったのでなければ、授業についていけずに苦労するだけのこと。入り口にこだわって出口を忘れちゃいけません。受験に落ちても人生は続くんだから、その経験をどうプラスに持っていくかを考えないと。あいつはずるいなんていくら言っても人生は好転しないと思います。高校受験での不合格は、大学受験のそれよりショックという人も多い。私の時代は、学校群制度。 ほとんどが伝統校を希望していたと思うが、合格しても、自分で選べませんでした。不合格にも近い二分の一のショックは、なかなかのものでしたよ。もしなどでは十分、合格圏内にあっただけに大体、これがうさんくさい、合格圏内って何例えば E 判定まであったとして上から二番目の B 判定なら二十人くらい優遇された者がいても関係なく合格するよ。 たった一人優遇された者がいたから不合格って、そんなの優遇者がなくても初めから不合格だよ第一そもそも本当にもしで合格圏内だったかも疑わしい。いい判定レベルなのに他人には格好つけて合格圏内っていうものもいるからね、どう思うかなんて、競争に負けただけのこと。何百人の枠があるところに一人強敵がいたとしても、他の枠はちゃんと準備されている。 そこに入れないのは自分の力が足りないからだ。仮に再会で入れたとしても、ついていけるかが問題。ボーダーライン上の人はやきもきするでしょう気持ちはわかります世の中、まっすぐに筋の通ったことばかりではない、むしろそうじゃないことが多いので、その中で強かに生きる術を身につけるのが社会に出てからも役に立つよう筋の通った環境前提でしか考えられないと、 いつか行き詰まります。そもそも推薦入試という制度そのものが不透明だよね。